おはようございます。 D さんです。今日なんですけれども、待ちに待った爆食いをしていきたいと思います。で、ちょっとごめんなさい、顔パンパンでしょ。今爆食いするには今までね、ちょっと減量でギリギリまで絞ってきたから、胃をちょっと大きくしなきゃいけないっていうことで、爆食いのためのちょっとリハーサルが必要だったわけね。まあ、ちょっとむくみっていうのもあるんですけれども、まあ、そのおかげでしっかりと胃が空いたので、今日ちょっと爆食いしていきたいと思います。とりあえず一発目はですね、こちらズドン朝マックだよねってことで、今からちょっとねマックから爆食いしていきたいと思います。はい、ということで朝は照り焼きマフィン、チキンマックナゲットと三角チョコパイ2つで、コーラは L でございます。いただきます。ゼロコーラじゃないコーラ久しぶり。うまい。朝出てたんですね、照り焼きも。これいいね。朝のマフィン、本当に美味しいよね。ナゲット。久しぶりです。一旦ちょっとスイーツ行くわ。スイーツ三角チョコパイ、これうまいよね。これのここうまいよね。ここモティモティ、うまい。はい、ということでマック食べ終わりました。きっとなマック食べ終わりました。まだ今日朝なんで、 D さんの朝はちょっとコーヒー飲まないとダメなんで、コーヒー飲みたいと思います。はい、ということで、マックのカフェラテアイスと三角チョコパイ。カフェタイムの三角チョコパイとご飯タイムの三角チョコパイっていうのは違うから、で三角チョコパイっていうのはカロリー3だから、基本的に4つ食べても12キロカロリーなんで、はい、あとカフェラテね、すごく我慢してたんで、カフェラテはい、ということでもう食べ終わっちゃいました。なんかね、まだちょっとお腹空いてんだよね。ちょっとソーセージマフィンだけ最後に1個食べようかな。はい、ということで最後ソーセージマフィンのセットですね。で、ちょっとね、最後にまた三角チョコパイ追っていこうかなと思います。はい、しかし俺急にブスになったね。で、コーラです。ハッシュドポテトずっと我慢してたんですよ。マックのド定番です。これ食べずに朝始まんないよね。やわらかくて美味しい、マフィン美味しい。ラストです。ラストです。
はい、ということで編集部屋に戻ってきました。こちら編集部屋戻ってくる間にドンちょっと買ってまいりました。朝マックね、ちょっと食べ過ぎたんで控えめにっていうことで、とりあえず、ライフさんといえばこれなのよ。ビーフカレーのカレーパンなのよ。このカレーパンめちゃくちゃうまいから、ライフ行った時ぜひ買ってほしい。これとクリームパン、大好きクリームパン。あとちょっとね、なんかプリンがどうしても食べたくて、ちょっと滑らかプリン購入しました。はい、こちらも食べていきたいと思います。むくみがやばい今。ライフのカレーパン本当に美味しいわ。去年はバルクアップとかなかったわけよ。トレーニングもサボりがちで、ただ好きなもん食ってたけど、今年はちょっと計画的な部分も持ち合わせたいから、ちょっとある程度ね、こう今すごい反動で食べてるけど、まあこれも5日間ぐらい、大会終わって5日まで、したら1回落としてあげて、落としてあげてみたいな感じでね、まあ日経平均株価みたいな感じでやっていこうかなと思います。はい、クリームパンね。うまっ。よし、次です。じゃあ次はこの普通の、やっぱりこういうプリン、ノーマルプリンが食べたくなるのよね。じゃあこれをちょっと、じゃあいただきます。うまっ。うん、あー感じる甘み、甘い。飲み物かな。喉越し抜群だったんだけど。で最後にね、あの昨日も食べたものが実はあって、こう練習の時に、でそれがちょっとね美味しかったので紹介しようかなと思います。こちらガーナのとろけ合う2つのショコラアイスでございます。これねすごく美味しくて、こちらなめらかチョコアイスと生チョコがミックスされて、このチョコレートアイス本当に美味しいのよ。で昨日食べた時にこれうまーと思って、ちょっと今日も食べたいなということで、サイズ感はちょっと小さい、サイズ感はちょっと小さい、でもうゼロだもん、丸だから、だからこれねちょっとカロリーゼロだからちょっと食べようかなと思います。ソフトな感じなんですよ、硬くなくて美味しい、濃厚で美味しい、本当に。もうお腹だいぶ張ってきた。あーうまい。でむくんでんのよすごく今、もうぼわっとしてきましたけど、こんな感じです。干し芋食べてます。ちょっとねむくんでるからちょっとカリウム摂取ってことでね、干し芋食べてますよ。干し芋やっぱ美味しいね。プルコギビーフ、これ昨日もらったんで、これ今から食べたいと思います。俺だちょっと誰、パンパンすぎて誰。これ今からちょっと作って食べたいと思います。ズドン。はい、ということでとんかつ食いに行きました。こちら厚切りロースとんかつ定食でございます。
で美味しいです。ちょっと足りない、ちょっと米足りない、ちょっと出してみます。ちょっと足りなかった、これでいきます。はい、ということで帰ってきました。でこちらちょっとね、モスバーガー行ってきたいよ。ずっと飲みたかったのよ、モスシェイクのコーヒー。これうまいよね、モスシェイクのコーヒーと。ちょっとおやつっていうことで、ホットドッグですね、はい、食べたいと思います。うん、やっぱジューシー、甘いものじゃないね。しょっぱいものの方がやっぱり今体欲してるかもしれない。うん。秒だね。ああ。シェイクで一番好きかも、このモスシェイクのコーヒーが美味しい。うん、まあちょっとこれ飲みながら仕事したいと思います。よいしょよいしょ。ということで、ちょっとね、また小腹が空いたので買ってきました。はい、これ全部同日撮影なんで、はい。これね、まずこちら天丼さんでございます。天丼さん全然食べてなくて、めちゃくちゃ食べたかったのよ。あとですね、こちらね、安定のミルクツイストドーナツ、中に何も入ってないちょっと甘いパンも食べたいなってことで買ってきました。こちら忘れちゃいけない、去年ねバスで食べてちょっと問題になったスコーンでございます。今年はこの、ね、編集部屋で食べようってことです。スコーンも買ってまいりました。おしゃれに食べたいなってことでソイラテ買ってみました。ちょっと食べたらお腹すく、ちょっと食べたらお腹すくで、やばいね。これもさっき食べたあれだけども、本当にやばいわ。いただきます。うん。このソースね、感じる甘み。あー、うまい。2本しかエビ天が入ってないのがちょっとショックっすけど。なくなっちまった。ごっつんです。あー、小学校だ。うん、揚げパンみたいな感じで美味しいです。あー、うん、うん、うまい。スコーンのバーベキューは本当に美味しいよね。スコーンは時間かかるから、ちょっとこれゆっくり食べたいから一回カメラ切るわ。ちょっと一旦
一旦ここまで食べたからちょっと待って、一旦休憩きついな、きつい。はい、ということでちょっと残していたねこいつティラミス、これを最後に、ちょっと一旦、今日の爆食いを終わらせたいと思います。やばいよ、おのこちゃん許しまへんでやで、あぶねよし、行くぜうん、美味しいんだけどね、美味しいんだけどなかなかね食い切れない。ああ、休んでたんだ。もうとりあえず食べました。まあ綺麗に食べれない、もう無理。OK やばいです。くし。はい。ということで、とりあえず、大会後の爆食い、こちらで終了となります。せっかくつけた、取った脂肪もね、またすぐついちゃうので、とりあえず一回今ね、もう、本当に今、まあ、してるから、むくみがやばいから一回ちょっとむくみ取ってね、また、食べていきたいと思いますのでよろしくお願いしますっていうことです。マジやばい。それでは